どうもー世界数少ない100億人のカラコンの皆さん、おはようございます。ハローネシーです。オトジーです。はい違うけど、ちょっとねちょっと違う、はい。彼は僕が去年1週間タイ一緒にいた友達です。あ、そうなんだ。そうですよ。水かけ祭り行ったんです。水かけ祭り、はい、楽しそう。そうなんです。いいっすね。3日前もね、普通に新宿でカレー食べてましたけど。そう、初台でえ、何カップルっていうか、2人で3人か。そう、3人で行った。見た、見ました食べちゃったんですよ。はい、今僕たちどこにいるか分かりますか。どこでしょう。どこですか。じゃんじゃん。正解は見えるかな、あれ、はい、名古屋町。はい、名古屋町です。はい、社長こいますよ、上に。いいな。ちょっとちっちゃいけどな。はい、はい、これからね、名古屋楽しもうと思います。はい、やっぱり、うん、名古屋来たら ここには行かないとね。うん、名古屋って他何がある。後ろ見るだけ。知りません。乞うご期待。オッケー、じゃあ、はい、満喫しましょう。満喫しましょう。はい、行ってきます。はい、名古屋城もうすぐここですよ。もう目の前だよ、ほら。すごい、社長は見えないけど、これね、これ天守閣ね。いろんなとこで来ましたからね。うん、こっちしか書いてましたね。そう、あっちだね。じゃあ登っていきましょうかね。行こう。はい、案内しますよ。はい、すごい景色をお届けしますよ。はい。名古屋城の天守閣の中には入場できませんって書いてます。入れないじゃん。え、ダメじゃん。 You cannot enter the Nagoya Castle main tower now。 だってよ、だから、じゃあ自分なんてじゃんよ。いや、ダメてないやん。いや、わかんない。え、わかんない。これダメらしいよ。500円払いましたけど。確かにな。そう考えるとな。どういうことだね。耐震性が低いことに対応するため天守閣を閉館していますですって。なんかこれちょっと入る前に案内してほしかったですね。確かにな。うん、やっぱ500円欲しいから言わないんじゃない、入り口で。確かに。これから返金手続きに行ってきます。はい、はい、残念だったな。はい、はい、どうも、今日の結果発表していきます。ます。はい、今日何してましたか。今日は僕たち、うん、まあ名古屋城行って。はい、名古屋城、うん、行きたかったですか。まあまあ。はい、いや俺さ、なんつうんだろうな、うん、ああいう観光地ってさ、はい、その今日3人でね行ったわけだけどさ、うん、その一人一人こう見るところとかさ、はい、その感動するポイント違うじゃん、感性違うわけだからさ、うんうん、そうっていうこともあってさ、俺はその中でもきっと結構まじまじ見たい人だから。あ、うん、カラコはいつも早いけどね。触っていくけど、僕は行ったっていうのだけ作ればいいので、はい来ましたっていうのだけ以上作ればいいので。マジで、もうこれ瞬間帰ってもいいぐらいだよね。いや、考えられない。俺あそこに置いてあるあの歴史とかあるじゃん、よく。はいはいはい、はい、あれ全部読むもん俺。あ、片っ端から。で、なんでこの名古屋城できたのかなとか、はい、なんでここに看板あんのかなとか、うん、堀がどうなってるのかなとか、はいはいはい、上からね、こう鉄砲で狙うとこがあるよとかさ、うん、それを俺の過去の人たちをこう想像して、うん、楽しむのは僕スタイルですね。なるほどね。観光って。はい、確かにね。うん。って考えると、一人が良かったね。いや、まあまあ楽しかったけどね、3人3人楽しんだけど、はいはい、1人でまたじっくり見てみたいなって、うん、そんな風にまあ思った名古屋城観光でしたね。そうだったんですね、うん、僕はそういうタイプなんです。全然合わせますけどね。あの、まあ僕はパッと行ってあのベンチ で読書とかしてればいいので、それで幸せなんで、僕は全然ゆっくり見てもらってもそれはそれで全然いっちゃいですけどね。それはなんかちょっと忍びねえな。それはそれで僕はそれで全然楽しんでる。はい、あ、そう、俺それに来てる観光客と絡んだりするよ。いろいろ勝手にしてくれたらいいですよ。そのすごい時間かかるよ。全然いいですか。じゃあ、お、分かった。僕はあのフランスのパリのね、うん、ルーブル美術館行ったんですけど、うん、地球の歩き方読んでるとね、うん、ルーブル美術館全部回るのに丸2日間は最低かかりますよって書いてあるんですけど、うん、5分でできました。それもさ、行ったって言っちゃダメ。もう何も見てないでしょ。いや、奥のなんだっけ、モナリザかな、なんかかな、あ、見て、あ、あるなって言って、もう戻ってよ、まあ、楽しかった。もったいなさすぎるよ。まあ5分はそうだね、10分ぐらいか、まあ10分ぐらい。やっぱさ、はい、人間って考える生き物だと思うからさ。
なんでね、モナリザがねとかさ、なんでこの美術館にあんのかなとかさ、はい、ね、そこに荒木博彦先生のね、ジョジョの絵が飾ってあるなとかさ。あ、そうなんですか。そ、知らないの。はい、ジョジョ立ちしてんじゃん。へえ、うん、まあそういうのもあるんですけどね、とかとかさ。まあでも23歳ですからね、今行ったらさすがに、まあ、20分見てると思いますよ。俺でも短いよ。2日だろ、だって。まあ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 いいです、うん、はい、今はね、うん、はい、行きましたと。はい、でその後名古屋に行っての、ね、名古屋駅ね行って、うん、なんだっけ、味仙っていう味仙ね。あれ、味仙でもらしいですよ。あ、マジで味仙じゃないのか。味仙って言うんでたんですけど、なんかさっきネットで調べたら、味仙です。はい、それは失礼しました。ね、あの辛味噌ラーメンね、有名なんですけど、辛味噌、台湾ラーメンね、うん、なぜか辛味噌頼んでないんですよ、この方は。そう、まあ、辛味噌ではあったんだけど、あの台湾ラーメンっていうのがこう辛いわけなんですね、うん、めちゃくちゃ、うん、で店員さんがこれ辛いよ、これ辛い辛いってすごい言うのさ、うんうん、だからまあ俺ね、ちょっと疲れてたのもあってさ、あんま辛いの食って腹下したくねえなと思ったから、あの一個辛くない台湾ラーメンがあったんで、そっちにしたんですよ。あらら、それがなんと名前の台湾アメリカンラーメンっていうラーメン、うん、アメリカになって辛さが減るというね、よくわかんないネーミングだったんですけど、はい、それ食って結果そんな辛くなかった、うん、でも想像以上に辛くなさすぎてそんなうまくなかったっていうね。かなり食べて、ちょっと食べて美味しかったでしょ。もう上手かった、超上手かった、うんうん、もうやべえと思って失敗したの、うん、でそれはちょっと、うん、ミスでした。あの中本の北極ぐらいのイメージしてなかったです。あ、全然ちょっとなんか、ね、あの店員さんにちょっと煽られた、うん、中本の普通の方がまだ辛かったタイプですね、うん、まあ、思ってうん、うん、はい、かもしれないですね、まあ、うまかったね、うん、昨日ひつまぶし食べて、今日はそれ食べて、やっぱり美味しいですね、結構。うまい。いや、うまいよ。まだ全然食べれてないのもありますからね、名古屋コーヒーとか。うん。味噌系だよ、味噌系。味噌カツとかさ、味噌煮込みうどんとかね。うんうんうん。あと、あんかけパスタ。ああ、いいっすね。うん。食べたいですけどね。うん。まだ、まだね、うん、旅は序盤ですから。ですね。まだありますから。うん、こっからですよ。はい。っていう感じでして、まあね、僕も部屋でゆっくりずっとあのブロックでもやってるかなと思ったんですけど、さすがにそろそろね、ちょっとホールチェックしていかないとということで行きましたよ。サボってんじゃないよ。俺も行ったのね、結局一応行った、はいはい、一応表向きだけでも行ったって言ってこないとなっていうこの人はホテルのロビーで会った時にホールチェック行ったって俺が大勢に聞いたら、すげえ気まずそうになんかここで喋るからさ、なんか予想以上にホールチェック行かなかったのかなって。いやいや、ちゃんと行ってましたよ。あ、そうだね、ちゃんと行きました、はい、あ、いいや、よかったよ。はい、まあ10店舗ぐらい回ろうかなと思ったんですけど、結構まあ調整良かったんですよ。3店舗しか行かなかったんですけど、うん、で試し打ちとかして、うん、ね、まずやったのがウルトラ6兄弟か、診断のやつ、うん、あれがやったんだね、あれ1000円で当たっちゃって、はい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 、ちょっと感想言わせてもらうと、あれは流行りますね。流行る、うん、おお、やっぱりね、消化スピードめちゃくちゃ速い。まあ、10連チャンしたんですけど、ちょうど10連チャン、うん、消化スピード速いしでしょ、うん、演出も面白い、うん、はい、速いですけど、あ、もう速いと思いますけど、ただ僕らはあんまりもう打たないなと、うん、勝てる台じゃない。あ、それだ、勝てる台じゃないですね。職人と同じ感じですからさ、そうなると。まあそうですね、はい。あのひねりが効かないんですね。そこな、大事だよな。そう、だからちょっとあんまりね、今の僕らの目的にはちょっと合わないぐらいだなってのは思っちゃいましたね。うん、はい、しょうがねえな。うん、ボーダーも甘いな。ボーダー20くらいです。20か、はい、うん、20.5 くらいだったと思います、トカボーダーが。うん、はい、まあ流行ったりね、世の中的にはね。まあね、うん、はい、そんな感じで、まあ3店舗行った店結構どこも
使えそうな手応えは感じたのでね、うん、はい、良かったかなとは思います。はいはい、それは良かったよ。はい、うん、でまあ一応試し打ちして今日プラス6000円ぐらいですかね。うん、はい、素晴らしい、やりました。うん、はい、エヴァもね、ちょっと最後作ったんですけど、ね、まあ削りがあんまなくてね、すべての釘の削りが、だから全然、うん、多分21ぐらい回るんじゃないかなと、うん、はい、しかも僕らが東京で住んでたのはデダム削りがかなり多かったんですけど、うん、そこも削りなかったんでね、うん、より重複入賞も決まるだろうし、うん、サポ中も減らないし、うん、しかも大型店舗だったので、結構ね、ユーチャンプも得られるしということでね、うん、結構いい感じで稼働できるんじゃないかなと思いました。あ、いいですね、いいですね、はい、よく言えばエヴァ 21.5 以上でしたよね。だとして、うん、1300円超えないからさ、すごいな、そっか、うん、で21以上足んない、うん、ただ交換率はこっちの方が高いですからね。あんま、そうか、それから加味するともうちょっと高い。うん、うん、確かに、そうか、打てっかもね、うん、計算したのさっき、うん、はい、そんな感じです。うん、で明日からまあ一緒に打とうかなと思ったんですけど、ちょっとね、まあ、僕はちょっといろいろ西村さんに付き合わせてるのがあって、明日も編集でという感じで、はい、ですかね、編集です。はい、もう僕はね、疲れた年を感じたよ今日も。ちょっと、うん、まあ、名古屋でね、プラプラってして、うん、あ、名古屋城でね、うん、で飯食ってなんだって格好洗えたりしたよね、うんうん、もうヘト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 、全然頭回んない。ダメだね、この33だよ、もう、うん、おっさん、そう思うのがいないかもしれないですね。まあね、まあ、それはもう、なんだ、心の底はそう思ってるじゃないけど、うん、まあ、ちょっと歳なのかなって感じたっていう、うん、ことですわ。まあ、体動かせやね、なんとかなんだろうけど、うん、まあ、ですよ。編集これで落ち着いたら、ちょっと俺はもう、どこも飲みに出かけるから、一人で。ああ、そうですか。うん、ちょっとバカみたいな酒飲みたい。あ、酒飲むの好き。あ、そうですか。はい。はい、ぜひ、一緒に行きましょう。一人で行くんじゃないですか。一人でも行く。はい。誰か飲んでるところに行くか明日、もしかしたら原大工さんが飲んでるかもしれない。あの有名な、あの有名な、はい、どちらさん。いや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 、失礼な失礼な、伝説の方ですよ。伝説なんですか。初代旅打ち人の、埼玉で僕の応援に駆けつけてくれた。あ、埼玉でね、もう原さんがいろいろここ行った方がいいやつも全て知ってくれたのでね、埼玉でいきなりカナダの成績を持つかという、うん、素晴らしいですね、方ですので、はい、ありがたい、それはね、うん、行きましょう。はいはいそんな感じです。はい、はい、じゃあまた明日、明日、はい、じゃあバイバイ、バイバイ。